はい、こんばんは、下平です。こんばんは、竹井宏奈です。こんばんは、早川です。なんか、まあ、久々だね。皆さん、気がついてると思うんですけど、ここ第1回を撮った記念すべきスタジオにまた戻ってきました。はい、久々のですね、リアル収録です。はい、そして、今日はね、第100回ということで、おめでとうございます。いやー、よく頑張ったよね。だって100回って言ったらさ、もう丸2年、近くってことでしょ？そうです。そんなやってたのか。そして、まあ、あとね、いっぱい出てくると思いますけど、ここに手元にね、100回のリストあるんですけど、うん、そう考えると僕ら100回のうち多分90回ぐらいオンラインなんじゃないですか。90回、ないないない。嘘嘘。いや、まあ、そんなことないよ。いや。いや、そんなことはない。そんなことないよ。うん。いや、でも、うん、まあ、80回ぐらい？うん、80回。でも70回ぐらい。あ、でもすごい。スタッフの、はい、ケイ君も80回ぐらい、うん。あ、そうですか。まあ、僕らほとんどオンラインの人たちなんです。そうね。まあでもこれからもさ、はい、あの、企業見て、あの、オンライン半分、リアル半分でもいいしね。ねはい、うん。いや、でも100回はやっぱすごいね。皆様のおかげですよ。いや、面白い、うん。記念すべき第1回はさ、はい、直木賞の予想会だったんだよね。そうですよ。今のところ4回連続、石平先生当ててます。っていうか、あれはね、あの、外れる方が難しい。うん。でも、こんなこと言ったらね、怒られそうですけど、僕らもちょっとずつ分かってきてますよね。うんうん、これ当てるのは難しいけど、うんうん、絶対。これは違うよなって思う。こんなこと怒られてないなっていうのは分かります。そういうもんなのよ、勝負って。だから実際にはなんか、2本か3本の戦いになるんだよね、最後は。確かに、うん。なんか感覚的にこう、ちょっとすっ研ぎ澄まされてきた部分はあるなっていう気がします。なんか将来役立つか分かりませんけどね。うん、まあ、ただし役立たないことが役立つってことですね、うん。そうですね。そうね。いや、こうしてみるとね。いや、もう語りたいこといっぱいありますよ、ね。何ページあるんですか、これ。18ページぐらい。18ページぐらい。取り上げてきた人生相談だけでも、だってさ、単純に考えて人生相談スペシャル関係なくても、だいたい1回あたり少なくとも2回はやってるから、それだけで200個の質問を取り上げてると。よくみんなさ、ね。そんなあるよね。ありますね。ありがたいですね、うん。それだけ質問送ってきてくださってるってことですもんね、皆さん。いや、嬉しいな。ほんとね。覚えてました内容。なんか、見れば思い出してます。でも、最初の頃にやったのが最近の気がして、そう最近撮ったのがすごい昔な感じがある。あります。あ、これこんな昔だったんだっていうのが結構意外と。記憶が止まってんのかな。そう、あったりとかして。そう結構面白いですよね。今日はなんか皆さんのなんか楽しかった思い出の話を聞けるってこと。いやもうね、でもね、楽しくなかったよ、最初の頃。そうですね。この全100、あ、そうね、全100回振り返るというのは100回の内容もですけど、今、平井さんおっしゃったように、僕らのこの始まりとか、あとこのコロナとちょうど同じ100回っていうかね。今さ、こうやってリラックスしてさ、フリートークできるけど、うん、最初の頃はさ、ものすごいプレッシャーだったんだよね。いや、もう本当に。これでも、あの、井田先生、本当にプレッシャーあったんですか？あのね、僕。僕らはほら、あるけど。ほら、あのさ、スタジオで撮った時あったじゃない。はいはい、ドワンゴさん。ドワンゴさんが。はいはいはい。あの時僕さ、生まれて初めて膀胱炎になったの。前からなんか、その前の日ぐらいからちょっと熱っぽいな、体調良くないなと思って、はい、この収録を撮って、はい、家に帰ったら、血尿が出たんだよ。それは人生初めて。人生初めてで、なんだろう、ボクシングもやってないのになんでおしっこが赤いんだろうと思ってさ。そのくらいプレッシャー感じた。今まで。てか、すごい疲れてたんだね。今までどんな締め切りも切り抜けてきた。だから、びっくりした。大人しで血尿。そう、だから、なんか、動画配信を撮るって、すごいハードワークなんだなと思ったのを覚えてる。あ、でも、どうです？それこそ今の話に関連して。やっぱり最初ね、僕ら、一昨年ぐらいの11月ぐらいに、ツタヤ代官山の上のカフェでやろうって始めた時に、まあ、イラさんがこう、いい意味で軽い感じ、まあ、どんどんやってこいよ、みたいな感じだったんですけど、実際やってみて、その、最初はまあ、ちょっと思った以上に大変かなと思ったけど、こう、慣れてきたのか。そうね。だからやっても、最初の3ヶ月、半年ぐらいで慣れて、全然なんか苦痛には感じなくなったかな。それとやっぱりなんか自分で考えた企画みたいなのをさ、はいはい、ポンポンできるじゃない、うん、テレビとかって関わってもほとんど向こうの人が考えたのをこちらは演者として喋ること決まってて喋るっていうパターンなんで、それに比べるとやっぱ全然楽しいよね。うん、しかも時間の制限がないじゃない、うん、え、これごめん、ひろなさん、僕がお声かけしてここに加わってもらってながら忘れちゃったんだけどさ、はい、この僕らの前身のポッドキャスト、恋と仕事と社会の Q&A の時からちょっと最後の方から入ってもらってたんだっけ。最後なんか1回か2回ぐらいなんか。ちょっとね、特別ゲストみたいな感じで。そう、ね、そう来てもらった、うん。じゃあまあ実質このおとらじからってことですけど。そうです。まあ、今でこそね、もうイラさんに畳みかけるぐらいダメ出しするぐらいの。何いの、そうね。やっぱり。それとあの、なんか、ダメンズのところが随分喋ったよね。そうそう。
ダメ男好きっていうか。ダメ、うん、ダメ男好きキャラになってます。うん、あのね、僕のイメージはもうダメ男と BL。まあね、BL はさ。いやだ、なんかもうちょっといいイメージ持ってよ。でも、どうですか、ヒロナさんは。こうね、最初、まあ結構ほら、謙虚だからここに入れていただいてみたいな感じで。あ、もう、いや、今でもそう思ってます。いやいや、今でもそう思ってますけど、なんで私がいるのかなっていうのは、つい最近までずっとやっぱ思ってましたけど。いや、でもさ、そうは言ってさ、2年経ってみればもうね、押しも押されもせぬ女社長だからね。いやいや、本当ですよね。ほぼでありてるのまあ今ね、一応あれだからね、LGBT の問題もあるから、男社長、女社長って言っとくけど、社長2人と僕フリーランスだからね、下請けみたいなもん。いやいやいや、そんなことない。いや、でも本当最初、初回の時は緊張しましたよ、なんかもう。今もでもその緊張感がちょっと戻ってきてて、うん、あんまりなんかちょっとドキドキしちゃってるんですけど。だからズームって自分の部屋だから楽なんだよね。そうなんですよ。なんか全然違うやっぱり、うん、だからあれかもね、うん、人生相談スペシャルみたいな時にはズームでもいいかも、うん、あ逆に、ね、気楽に取れるし、はいはい、でも今さん言ってたね、確かにその最初、うん、この僕ら久しぶりに今までお互いを画面で見てたわけですよ、うんうん、これはまあカメラ見てるんで、あれですけど、うん、でもどうだろう、まあ、こんなとこで細かく言ってもしょうがない。ヒロナさんほら、やっぱちょっと違う緊張感する。いや、全然一緒じゃないですか。まあね、喋りは一緒だね。そんなもう慣れてきたね、うん。大丈夫でしょ。いや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 、なんか、どうしよう、つまずいたらっていう、うん、今、怯えがまだ出てます。はい、はい。じゃあ、まあ、100回ですが、いつものようにお便りとご質問いきましょうか。はい、お便りいきましょう。うん、25歳の男性からいただいています。こんにちは、いつも楽しく拝見、拝聴しています。おとらじも100回が近いということで、気が早いです。うんですが、お祝い申し上げます。おめでとうございます。ちょっと前に多分お便りくださったんですね。うん、SF 界のあたりで有料会員に登録し、大学を留年して卒業を、うん後、しがないフリーターだった私にとって、おとらじは心の支えでした。頑張れそして先日、うん、転職活動の中で、うん、なんとも偶然に、うん正社員として内定をいただくことができました。よかったなぁ。イラさんも卒業後フリーターを経て、うん、25、6歳の時に就職されたというお話をされていたので、うん、なんだか喜ばしい偶然、運命を感じます。うん、これからも楽しみにしています。うん、ありがとうございました。うん、でもさ、SF 界で、有料会になったってセンスいいよね。いや、ほんと。あれ会は僕好きな会だからね。確かに確かに。なるほど。ちなみに本の紹介は随分いろいろやってるんですけど、うん、実は一番回ってるのが中国 SF の3体なんだよね。あ、そうか。SF 界というもうその別枠ですけどね。そうそうそう。だから3体はさ、1部、2部、3部と全部やって、どれもよく回ってるから、そうですね。まあ面白かったもんね。うんはい。じゃあ次、質問したいと思います。はい20代の女性からです、はいこんにちは。最近は YouTube で視聴しながらポッドキャストでも聞いています。ハイブリッドですね。皆さんはふるさと納税をご存知ですか。うん、ふるさと納税とは納めるべき住民税を自分の好きな自治体に寄付し返礼品をもらう制度です。年間にふるさと納税ができる上限の金額を年間控除額といい、うん、納めるべき税金が多い人ほど年間控除額が大きくなります。なるほど。私はこの制度について疑念があり、たくさんの住民税や所得税を納税していそうなおとらじの皆さん、特に石田平先生に質問したいです。はい、以下の3つの疑問について回答いただけますと幸いです。まず1つ目、はい、ふるさと納税をする人が増えると住民税が居住地に入らなくなるので、自治体によっては住民税の税収が減ってしまうのではないでしょうか。うんそして二つ目、ふるさと納税は所得税でも可能です。ふるさと納税らしいですね。ふるさと納税者が増えることで国に納められる所得税も減ってしまうので、減ってしまうことはないのでしょうか。納められる税金が減るというのは個人にはとっても嬉しいことかもしれませんが、長期的に見て本当にいいことなのか疑問に思います。うん、そして三つ目が、ふるさと納税の返礼品によって様々な物資が手に入ることで、物を購入しなくなり、経済活動や消費の低迷につながるのではないかと。これ女性？女性、20代の女性。すごい真面目だね。わかりやすい。うんっていうかさ、ふるさと納税やってる人。いや、やってない。これを見て逆に言ってた。スタッフ K 君そのままシャッターどうですか、ね、でもめんどくさいよね。うん、正直。そうなんですか。で、これさ、さっきここにも書いてあったけど、うん、上限が決まってるから、うん、そんなにその、例えば僕が北海道や沖縄が好きだから、北海道沖縄に納税したって、東京の分がガクンって下がるってことはないと思うよ。うん、
あ、一人あたりそんな変わんないと。うん。そうです。え、これでもごめんなさい。僕、勉強不足なんで、そもそもですけど、ちょっとただ繰り返しになるんですけど、やっぱり、もうビビったる額ですけど、住民税っていうか市民税のまま見ると、本当毎年すごいなんか、しかも前年のにかかるじゃないですか。うん、もうなんだよこれみたいに思ってるんですけど、それを横浜市に納めるんじゃなくて、自分の好きな、例えば沖縄の沖縄にやってそのふるさと納税みたいなことができると。できるできる。で、返礼品がもらう。で、みんな、でも一時期もうそれがすごくて。だからあんな騒いでたのか。そう、例えばノートパソコンくれるとか。マジっすか？カメラくれるとか。で、当然、牛肉ドーンとかさ、お米バーンとか。そう。牛肉ドーン。僕、相変わらず流行に遅いんですけど、そういうことだったのか。いや、ただ単純に、そう、やっぱりなんか市民税毎年納めるの、これ、なんか高えなみたいに思ってたから、まあ、じゃあ、表層的にはそれでみんな継がれてる。でも、これって、神奈川県にも、ふるさと納税っていう制度はあるわけですよ、ね。あるある。だけど、自分のとこで納税したら、ふるさとじゃ、なのか。いや、違う違う。だから、横浜から、例えば、葉山に、納税して、はい、で、葉山で葉山牛のお肉をもらうみたいなことができるわけ。いや、つまり自分のとこじゃない。はダメなんだ。そうそう、引っ越してなくて、ふるさとにずっと住んでますっていう人は、ふるさと納税とかできるかもできる、できる。どこで住んだことないとこもふるさと納税できる。できる。だから、例えば、浅草に行って、修学旅行で浅草行って楽しかった。で、浅草の江戸切子のグラスはいくら納めればくれるみたいなことになったら、浅草に入れる。でもなんか他の地域に納税して物がもらえて、うん、自分のとこで正しくっていうか、ふるさと納税が悪いわけじゃないですけど、なんか自分のとこで納めて何ももらえないのはなんか、ね、それに関してはね、要は普通に東京とか横浜で納めてると、うん、東京横浜って地方税、住民税の税収がビューンってあるじゃない、うん。で、そのお金は基本的に地方にこうやって配ってるの。だからそれを国がやるか個人でやって物をもらうかの違いだけ。なるほど。なのでめんどくさくないっていう人はやった方が得は得。うん。返礼品があるから。なんか予想してあれしないといけないんですよね、確か。うん。納めないといけないんですよね。予想というか上限のパーセンテージまでは好きに選べるわけ。だからヒロさんが旅行に行って、あそこの人たちいい人だったなって思ってるところ、例えばまあ別に日光でも北海道でも沖縄でも、そこに何パーセントかずつ割り振って、そのパーセントでもらえる、まあ、その郷土の特産品をもらうっていうのはもう全然法律の制度としてありなんで、それはどういいんじゃないのって思う。これ、自分ではなんかめんどくさい。ちょっといいですか、いきなり。はい。うん、このまま。いやいや、このまま。ちょっとスタッフの K 君実際ふるさと納税やってるそうなんで、顔は出ませんが、ちょっと一言欲しいですね、せっかく。何をもらってんの、今。あ、僕はですね、うん、前の会社が富士吉田市にあって、転勤族だったんですよ、僕が、うんうんうん。で、富士吉田市に4年ぐらい住んだことがあって、うん、で、そこの返礼品でコーヒーとか、そこの。じゃあ、富士吉田市が結構好きなのね。あとか、まあ、うん、自分が住んだところで、あとは、もう一つの使い方としては、純粋に、トイレットペーパーとか、お米とか、お肉とか、うん、あ、絶対使うものあるじゃないですか。うん、日用生活。トイレットペーパーが返礼品のとこってどこ？でも富士市とかだったら紙パレップとかやってるもんね。本当に結構いろいろあるんですよ。なんかビールとかもありますし、うん、で、それで純粋になんか自分が欲しいもの、生活とかで絶対使うものとかを買って、うん、しかもそれだと、その、次の年の、うん、税金安くなるので、だからそれも。あ、でもお米やトイレットペーパーだったら全然いいね。洗剤とかあるから。フルーツとかそういうの。いや、下手なもん。フルーツとかはもう山のようにある。ですよね。そうなんだ。これ、でも東京もあるもんね。うん。これでも、なんでしょう。皆さんがどうも書かないですけど、僕もなんか今の仕組み知るまでっていうか、うん、やっぱ現金なもんで、それ知ると、なんかいい。ちょっといいね。やってみたくなるね。ちゃうし。いや、もううちは単純に新潟のお米が欲しい。あ、いいですよね。いつも買ってるからさ。新潟の。あ、だって、佐賀県和牛、オホーツク海、ホタテとか。あるある。え、これだ、1万円納めると1万円分。まあ、それは違うか。違う。その中で違う。上限が決まってんの。だいたい何パーセントぐらいまでで返礼品には抑えてねっていう。え、でもその要は、ここを通してそうやって申し込んで、その税金をは納めて、なんかそれの対象になる何が返ってくるってことですか。そう、うん。いわゆる、なんかごめんなさい、僕個人的な話ですけど、住民税はいつもコンビニとかに納めに行ってるわけですよ。うんうんうん、年に5回から、うん。だからそこの分が、値段が下がるんだよね。それも下がるんだ。いや、だからそれ下がるっていうよりは、それが地方に行ってるっていう。そうか、うん。そう。で、下がる今では、ただ、納めただけなのが、なんか返礼品まで返ってくる。そう。うん、でも多分もう。いや、ヨヘ君は絶対お米とかもらった方がいいよ。うちはもう、ちょっと、もう、実際のそういうもんですね。トイレットペーパーとかお米とか。うん。無洗米のコシヒカリあるかな、新潟県。コシヒカリと福島県とか、なんか美味しそうですよ。うん、がいいな。魚沼さんコシヒカリ最高美味しいですよ。美味しいよね。私最近福島のお米にハマって、うん、あ、福島じゃない、ごめんなさいと。あれだ。
あれも美味しいよね。あ、何言った、もう忘れちゃったからいいです。あるある、お米結構あるよね。どこだっけ、あ、秋田。あ、違う、山形、山形。あれ、あれ、山形、あれ、山形の米。最近出てきたお米だよね、この5、6年で。つや姫。そう、つや姫と、美味しい、美味しい、美味しい、めちゃくちゃ美味しい。山形のお米、めちゃくちゃ美味しいです。おっちょおすすめ。つや姫あんのかな、なんかサイトもありますね。いや、もううち、梅ピリカとコシヒカリで、ちょっとコシヒカリ戻ったんだよな。夢ピリカちょっと柔らかいですよね。そうだね。でも美味しいよね。もちもちしてる。俺ら質問に答えない。いや、なので、これを見ている人で、やってないって人は、ちょっと、最初にやっちゃえばもう、その後はもう簡単なので、いいんじゃないですかね。つや姫あるよ、これ、山形県。本当ですか、うん、つや姫ね、美味しいんですよ、本当に。おすすめ、田中圭君が。これだから、あ、本当に、はい、これ、ちょっとこの方の質問に結びつけるわけじゃないけど、なんか、イラさんの考えとしては、うん、まあ、なんか今のことだけをシンプルにある意味何も考えず、考えるといいじゃん、うん、使おうじゃんって思うけど、この方がまあちょっと危惧するような、うん、実際の必要なところに行かないんじゃないかとか。それはね、全然大丈夫。じゃあ気にしない。特に大都市に住んでる人は、うん、その、もう大都市って本当に税収がたっぷりあって、地方にバンバン配ってるぐらいなので、うん、本当に気にしなくて平気よ。なるほど。うん、そっか。じゃあみんなでうまくね、使って。なんだこれ。そうだね。かつて今、ね、住んでない、ふるさととか、うん、旅行に行って好きだった場所にお金を回すのは全然いいんじゃないかな。うんうんうん、やりましょう、これ。いいね。はい。ありがとうございました。はい。今のが質問だったんですね。今のが質問だったんですね。興奮しすぎてね。興奮しすぎて。いや、でもトイレットペーパーは盲点なんだな。トイレットペーパーって面白いですね。だって1年分とかバーンってくるわけ、うん、置くとこないな。1年分トイレットペーパー1年分いやいや。ものによりますけど。へぇ。いいなでも。これじゃあ、今年度の支払い僕、もうちょっとで、多分、まあ、みんなもそうかもしれない。あと1回か2。なんかね、期限があって、うん、結構前にやんないといけない。最初の時に今年度これだよみたいな時にもやんなきゃいけない。いや、あのね、もうその時にはもう、遅い。締め切り終わっちゃう。すでに勝負がついてる。勝負ついちゃってるんで、その、結構、だそれがいつかわかんないんですけど。このおとらしが配信されるのは12月なので、うん、その12月中に、買えばまだ間に合う。それはまだですね。次年度 の住民税とかには間に合います。あ、それが安くなるしかも。だから今いいこと含めじゃん。コマーシャルやってるんだ。やってますね。うっかりしてた。やってる。サトフルとかやってるじゃない。サトフルやってるの。ちょっと後でケイ君ちょっとコンサルしてください。ね。じゃあ今からさあ間に合うってことね。そっか。はい。ということで、何の回か分からなくなってきましたが、第100回ということですね。この後、たっぷり、みんなで振り返りながらね。そうですね、はい。時代を振り返っていきたいと思いますが、その前にお知らせです。おとらじ、Kindle 版がまた新しいものがリリースされています。今回はですね、ありましたね。これからの小説のあり方は、性が小説から追放されるのはなぜかということで、これ YouTube も結構回ってましたけど、うん、イラさん一言、この回。いやーなんかね、時代が小説を変えていくっていうのは本当にあるんだよね。うん、で、今もうみんな清潔志向じゃないですか。ね。で、それは対ウイルスだけではなくて、ベッドシーンとか、性に関してもすごく清潔になってるんで、うわこれからは、まあそういうものはどんどんなくなっていくんだろうなというのを語りつつ、ね、過去の性を描いたいい小説の話なんかをしています。はい。ということでよかったら、こちらチェックしてみてください。はい。さあ、そしてこの後、おとらじ本編は、4通り、ご視聴方法があります。一つは YouTube メンバーシップ、そして、ニコニコ動画、そして、Apple Podcast サブスクリプション。最近結構ここにですね、聞いてくださる方が多いので、こちらもおすすめです。そして、うん、audiobook.jp、4つの方法がありますので、お好きな方法から続きをご視聴いただければと思います。はい。URL は概要欄をご覧ください。それでは続きは本編で。はい。久しぶりにこんな感じです、ね。本当だね。